本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちはそしてこんばんは市長の徳永茂です本日もよろしくお願いをいたします茂木さん本日はどのようなお話をしていただけますか、えー、今回は発達支援をテーマにして多様性への理解を深め えどなたでも自分らしく輝けるまちづくりに向けまして今治市の様々な取り組みについてお話をさせていただきます発達支援と言いますと発達障害についてということでよろしいですかそうですね発達障害という名称は皆さんに広く知られていると思うんですねただ最近では発達障害という名称は用いず発達特性 発達デコボコと呼ばれることも増えてきてるんですよ、はあ、今は発達特性発達デコボコ、まあ、そういったようなね呼び方をするということなんですねそうですね、うん、合わせて診断の名前も変わってきています例えば過去に後半性発達障害と言われていたものが現在では ASD 自閉スペクトラム症 注意欠陥多動障害は ADHD 注意欠如多動症と呼ばれるようになっていますこのように発達障害は障害ではなく症状の一つ個性の一つと捉えられるようになってきてるんですねなるほど個性の一つと言われるとポジティブなイメージを持つことができますよねそう言っていただけると非常に嬉しいんですね 発達特性のある子どもたちは置かれた環境や子どもに関わる接し方によって彼らの印象がまた違ってくるものとなることもございます、まあ、このように周りの方がが個性とと捉えててうまくく関わわるる状況が変わってくるんですねまあ呼び方含めまずは子どもの周りから接し方を変えていこうということなんですねそうですね。 呼び方を変える事例は他にもございましてえ、以前は診断がつく基準には達していないけれども、発達特性が強く見られる状態に対し、グレーゾーンと表現されることがありました、しかし、まあ、最近ではそれがパステルゾーンと呼ばれるようになってるんですねなるほど、グレーではなくてパステルですか。 まあ、イメージがガラッと変わって、なんか断然明るく感じますね。まあ、白か黒かの一方向で決めるものではございません。まあ、得意なところもあれば苦手なところもありますし、それぞれが混ざり合っているのがまあ個性なんですよね。まあ、そのことをパステルと表現するようになってきてるんです。うん、とてもいい表現じゃないかなと思います。まあ、茂木さん、この発達特性について。 気にされている方は実はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただですね、いきなり病院受診となりますとハードルが高いなと感じられる方もいらっしゃるのかなと思うんですがいかがですか？あの私もですねあの10年以上前から。 ああ当時まあ発達障害という,ふうに言われておりましたでこのことをまあ滋賀県の湖南市であったり、まあ、四国中央市に行ってさまざま勉強をさせていただいてございました、まあ、愛媛県におきましては東の地域から風が吹いてきて、まあ、四国中央市の取り組みが 西条市を経由して今治市にやってきていますそこで今治市なんですけども発達特性に関する相談窓口として支援センターを設置をさせていただいているんですね、えー、相談される対象者に、ま、年齢制限はなく子どもたちから大人までどなたでも相談していただくことができるのが発達支援センターなんですよはい発達支援センターですではどのような相談ができるんですか えー、様々な年齢の方が相談にいらっしゃいますけども、まあ、幼い子供さんでは言葉が遅い、落ち着きがない、まあ、保育園などの集団生活が始まると集団行動ができない、一斉に指示が聞けない、まあ、小中学校においては勉強がついていけない、 学校に行きたくないといったお話をよくお伺いをしておりますまた大人の皆さんは就職の相談をしたいという切実なご相談もありまして発達特性のことだけではなくて子どもにいつも怒ってしまうそして どう対応したらどう向き合ったらいいのか分からないといった、まあ、保護者の子育ての悩みなどについてもご相談をお受けをして非常にこう多岐にわたってるんです、ねはいる発達支援センターですえ、ここでは発達特性の相談だけではなくて子育ての相談もできるということなんですね。そうですね、まあ、特に まあ、幼い頃はどのお子さんでも発達には個人差がございます。発達の偏りによっては、えー、育てにくさや困り感が出てくることもよく私も承知をしてございます。ですが環境の配慮や周囲の柔軟な対応によって、まあ、解決する場合もあるんですね。 しかし、一方で問題が続きますとお子さんの自己肯定感っていうのがどんどん下がっちゃってやる気の低下につながってしまうこともございます、まあ、そのためにも発達特性を早期に気づいてサポートしてあげることが大切ななんですね、はい、なるほど、まあ、ちょっとしたことでも気になることがあれば相談するといいですよね。 さあ他ににもです、ね、発達支援センターの取り組みについいてて教えてください発達特性のあるお子さんのご家族を支える取り組みとして保護者の交流会そして今年度からはペアレントメンター事業に取り組んでいます。 保護者交流会とペアレントメンター事業ペアレンントメンターはあまり聞きなじみのない言葉かなと思うんですが、それぞれどんな取り組みなのか教えてください。まあ、保護者の交流会っていうのは、奈、ま、々、あ、さんもよくわかりますよね。例えば、あの私だったが、あの親父の会とかです、ね、ありますけども、同じ悩みを持つ保護者同士の交流や、情報交換の場ですね。 で自分の悩みを話して保護者や支援者から助言をもらうことで悩みやそして不安の軽減共に支え合う仲間を作ることを目的としておりますもう一つの「ペアレントメンター」なんですけども親による「親のための相談者」という意味なんですね。ペアレントメンター事業では発達特性のある子どもを育てた経験のある親が悩みを聞いて共感したり アドバイスを行ったりします、まあ、今年度は、まあ、皆さんが寄ってきやすいようにそして、えー、お話がしやすいように「ペアレントメンターカフェ」「ペアレントメンターによる個別相談」を予定をさせていただいております。 まあどちらも悩みの共有であるとか、まあ、相談ができるということなんですね。まあ、そういうコミュニティがあるというだけで全然違いますよね。まそのように感じていただけますと大変嬉しいですし、まあ、実施内容など詳細は発達支援センターのホームページをまあ、ぜひご覧をください。この発達支援センターですが、場所、また相談時間などについてはいかがですか。発達支援センターは富士グラン今治やテクスポート今治の近くに、 9、えー、の今治のコンピュータカゲッジの1階にございます、えー、開館時間は月曜日から金曜の朝8時半から夕方の5時15分まで 電話でででの相談も同じ曜日時間帯で受付可能でございます電話番号は089822-2752までお願いをいたしますし今のです、ね、発達支援センターの機能がどうなのかというふうなことについてもです、ね、ぜひ市役所の方にもさまざまなお声をお寄せをいただければその都度また対応をさせていただきたいと思っています。 本日は発達支援をテーマに多様性への理解を深め誰もが自分らしく輝けるまちづくりに向けた今治市のさまざまな取り組みについてお話を聞きましたが茂木さん最後に市民の皆さんへお伝えしたいことが他にあればお願いしますえ先週なんですけどもここ今治から全国に新しい風が吹きました。えー、それは今今治治徳学園ささんんと今治夢スポーツさんからの お大きな発表ですねよくご存知でしょう。はい、大きく取り上げられていましたが今治名徳高等学校が FC 今治高等学校になるという、まあ、ニュースだったわけですがこれ知らなかったのでびっくりしましたまあ私学の学校なんですけどもねあのすごい取り組みだなというふうに思っております、えー、新型コロナウイルスの拡大気候変動による災害 えー、他にも人工知能の急速な発展など、まあ、これまで考えられなかったような変化が、まあ、現代社会に実際に起こっています、まあ、急速な時代の変化の中でお手本がない中でも主体性を持って困難に向き合い立ち合いそして未来を切り開いて社会を変えていく人材育成教育を実践しようとまず 八田文工さんを FC 今治高等学校里山校に改称し来年度から新しいカリキュラムが始まるとお聞きをしています FC 今治の岡田会長が新しい考え方を取り入れた高等教育を始められるということですねそうですね新入生がたくさん入るといいですよねそうですねはい期待していますこのあたりのことにつきましてはぜひまたリスナーの皆さんにお届けをさせていただきますそしてもう一つ まあ昨日なんですけどもビッグニュースが飛び込んでまいりまし,たでしょうえ、今治におきましては今治小松自動車道の延伸に向けてみんなで頑張ってるんですけどもこのミッシングリンクの解消の一部がまあ解消されるということで湯浦インターチェンジから過小でありますけども 朝倉インターチェンジまで供用、まあ、がですね、えー、8年度中には可能になるというふうなことでございます。このあたりにつきましても、どういう波及効果をもたらしていくのか、また五穀、リスナーの皆さんにはお伝えをさせていただきます本日も茂木さんにお話を伺いいまましたしたた茂木さんどうううもあありりががととごござざいました。